犯人続出のリバプールで遠藤航の海外評価ぶっ壊れる。遠藤が中央でボールを奪い、ライアンがそれを抑えてサラー、そして真っ赤にパス。素晴らしいプレイ。遠藤は今日も攻守において安定していた。イエローカードをもらったが、あの判断をとっさにできるの彼はさすがです。遠藤は大好きだが、ボール運びは彼の得意分野ではない。今日は何度かボールが遅すぎた。遠藤のことは大嫌いだったけど、彼の存在はとても大きかった。彼の周囲では選手たちがハエのように倒れているが、彼はそびえ立っている。今のリバプールは怪我なく1試合プレイするだけで高評価を得られる。遠藤って30歳なんだ。これだけ怪我が出てるのに中盤でフル出場して安定してる選手は本当に助かるよ。遠藤が6番になったことで、アレクシス・マック・アリスターが8番の役割を果たし、完璧にシステムを確立できた。遠藤がマウスガードつけてるから私もマウスガードつけたら上手くなるかな。怪我しない鉄人遠藤。